はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーをやっていきたいと思います。というわけですね、今回はですね、練習試合やっていきますか。それともどうしようかな、特訓して一周開けるか。いや、練習試合ですね。チェスト、鹿児島戦です。準備を入れましょう。7個を入れて窓かと交代します。さつきとみおを交代。くるみはひろたと交代。あやかと福山を交代です。じょうこうとひろかを交代。これでいきましょう。戦術は、まあ、あれ、そんなに強くない感じがあるな。さあ、取りに行った？これは外れた。ちょっと危うい感じがしますね。あーと、ノーホイッスルか。おっと、取り合いだ。あまり無理してほしくない。2本簡単に抜かれた。パンチングから窓か。おっと、うまい。スーパープレイ。すごそう。さあ、切りました。おっと、なんか。おっと、イエローカードだ？誰だ？羽生田だ。羽生田だ。さあ、シュート。なかなかいいシュートに見えるが、と、言い合えた。さあ、ナーコから羽生田。美穂がきっちり取って。さて。おっと。相手の方がスピードも何もかも上ですよね。ここ持っていかれる。練習試合だとこれつかないのか。さあ、これはと、セイダが、これはコーナーキックになります。2点目ですね。なのヘディング、さあ、比較的まあ中下位のチームなんですが、ここに苦戦してるってことは N1 に上がってもかなり厳しそうな感じはします。これはうまいぞ。さあ、ナーコ抜けた。冷静に運んでシュート。1点は返しました。
これ多分試合終了かな。試合終了ですね。すごい飛び方がうまかった。そして選手対ですね。これはうまく決められましたね。しかしここで奈々子にうまくパスを渡して、奈々子冷静に決めました。はい、このように課題は8つ手に入れました。そしてですね、公式戦です。サクサクいきましょう。さてと、くるみと緑のツートップでいきます。久しぶりですね。でもちろん7個を戻します。ミオと窓かをセンターに、菊池を真ん中に、夏木を入れてみましょう。羽生田カルベと交代。この布陣で行ってみましょう。あとそうですね、綾香を福山と交代してみましょう。とこれで10選手がさつきとさよ以外全員ですか。さあ、まあ岡山ピーターローズがホームなので勝率は高いのは分かってるんですが、 4% しか差がないのは意外です。順位も向こうの方が上なのにね。さあ、もうです。おっと、上村すごい。なかなかマジモード。カルベ、ここは一度逃れて、さてこれは緑か。浦川がインターセプト。綾香緑、くるみを美穂、くるみ、なかなか運動量高いです。これはちょっと無理があったか。さあ奈々子、中割って惜しい、左でした。ちょっと両替挟まれたので、攻撃するタイミングがなかったですね。そしてくるみがインターセプト。いや、それは無理があるだろう。さあ小山から松下、さーっと長い、これはパンチングで逃れる。さあ反撃だ。美穂、綾香、縦パス、奈々子、奈々子超えた。しかしこれはちょっと弱かった。菊池が取って、ちょっと前出したものの、こちらボールです。
そろそろ勝って、気持ちよく行きたいですね。でも相手のなかなか圧力は、これちょっとやばいかも。と、これはオフサイド。慌てて戻りますね。さあ、裏側から、ちょっと窓か。さあ、緑？あ、これは。相手が強かった。さあ、これで、小山、先取点を許してしまった。うわぁ。うわぁ、決められましたね。さあ、ここでなんとか逆襲したい。後ろに上げて、7個。ああ、ちょっとこれは無理がありました。さあ、緑、これノーホイッスルです。これで前半終了です。当ててないですが、藤原を投入していきましょう、ここは。さて、合わさらない。さあ、7個、シュート。ちょっとこれ、味方、にいる選手が少ない。さあ、これのオイスです。どこまで押し上げるか？さらに緑だったかな？出せばよかったような。さあ、ロング、はい、ローテン！さあ、ミオが上げて、7個だ、かな？ 7 個が、と思いますが、消えました。同点です。さて、こちらもちょっと選手の交代の時、ミオがちょっとへばってますね。ミオ、アヤカ、ミホがへばってます。ここはまず、守備を。藤原を入れて、そして、サツキを投入しましょう。これで交代枠を使い切りました。さあ、ノーホイッスル。じゃあ、くるみー！リードです。さあ、待ってました。本当に。残りは30分。さあ、ここは時間がまだあるのか、静かな展開。おっと、同点に追いつかれた。ここを決められてしまいました。
さて、緑から見よ、菊池。さあとピンチは続きます。ショートコーナー、とっとっと、やばい、あっと、くるみが逃れた。さあもうくるみが藤原にパスして、おっと、藤原が独走して、藤原抜くな、シュート打った、そこに、おっと、ミオ飛び込めない。さあほぼラストチャンスなんで抜きに行きます。ここは逃れるが、そこに石原、待ってたのが石原だ。ここパンチ、必死の防戦、夏木取りました。ここで試合終了。なんとか同点といったところでしょうか。こちらは両方とも早い点、パス回しからシュートを打っていくんですが、シュートの回数は多いものをなかなか決められないという、もう弱かったですね。そして前半40分、先制したのは相手岡山ピーターローズ、小山がヘッディングで早いパス回しから、ミオが、そこを奈良子が、してこのスピード、しかしそのすぐ後に小山が待ってました。さあそれから反撃を試みるんですが、なかなか両チームとも点数を取れることができません。さあここ最後ですね。全くなんだったっけ、シュートはこちらの方が多いですね。ボールの支配率は50対50。課題は意外と見つけられませんでした。さてですね、クラブハウスにて特訓しましょうということで、4つの課題を発見いたしました。まあこれで5位ですね。貯金1、アスカディア奈良の優勝が決まったみたいです。さあ次がいよいよそのアスカディア奈良とのバトル、最終戦。負けると5割に戻ってしまいます。せめて引き分けで終わりたいところです。と次はできればベストメンバーで戦えればと思います。
い、これで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム登録、ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録者数、高評価、これらがですね、非常に、動画を作るのに大切になっております。ですね、またですね、SNS で、なんだ、拡散といいますか、していただいても、嬉しく思います。ブログ、ツイッターもやっています。そちらもご覧ください。最後、20秒で流れます関連動画、関連動画プレイリストの方もよろしければ見てください。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。